聖魂を受ける足地の聖フランチェスコ聖魂は、イエス・キリストが卓刑となった際についたとされる傷、また何らかの科学的に説明できない力によって、信者らの体に現れるとされる、類似の傷を言う。これらは、スティグマータとも呼ばれ、カトリック教会では、奇跡の権限とみなされている。新約聖書のガラテアの信徒への手紙6章17節において、 聖パウロは聖痕をイエスの夜勤と呼んでいる。聖痕はキリストの受難において釘を打たれた左右の手足とロンギヌスの槍によって刺された脇腹の5箇所に現れるとするのが一般的であるが、キリストが被せられた警官に由来するとされる額の傷や十字架を背負った際についたとされる背中の傷、血を含んだ涙や汗なども含まれる。聖痕を得る際には、 キリストや聖母、マリア天使の姿を現視したり、その声を聞いたりするとされる。傷には出血や激しい痛みを伴う。傷口から方向を発することがある。アッシジのフランチェスコをはじめ、ドミニコ界のシエナのカタリナなど、聖人にレッセられた修道士や修道女たちに、このような聖魂が現れた例が伝えられている。 2002年に劣勢されたカプチン会のピオ神父も、性婚があったことで知られる。性婚現象は、卓系がキリストの図像として成立した13世紀から報告されており、とりわけ宗教的な甲骨状態にある女性に多く見られる。キリストの受難に対して極めて強い共感を抱いて、自己同一化する精神状態との関連が指摘されている。報告例には、 調査の結果、自傷行為による絶像が明らかになったケースもある。解剖学的な実験では、手のひらに杭を打ったとは考えにくく、手首に打ったとする説が現れた。これにより、今まで手のひらに多かった性根が手首に多く現れることが報告されている。脳の思い込みが人体に影響するという解釈も存在している。ありがとうございます。